この練習メニューの注意点として、しっかり軸足に力をためる意識をするようにして、二段モーションのようにして投げていきましょう。その際にバランスが崩れてしまい、前後左右に動いたり、こういう形で軸がぶれないようにしていきましょう。